相反するもの、暗いイメージのものを明るく描くっていう、その時の感情によってこの子の見え方が変わる。もう描いてる本人が昨日可愛かったのに今日はなんか不気味やなって、ちょっと気持ち悪いなっていう感じで描いてますね。可愛くも不気味な少女たち、どう感じるかはあなたの自由。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト山口直久、多摩芸術学園を卒業後、ゲームのグラフィックデザインに携わる。アーティストイラストレーターとして活躍する彼が描くのは無表情な女の子。怒りとか喜びっていう分かりやすいものじゃなくて、なんかボケじゃないですけど、なんか無表情とかっていう表現方法で、虚無感とか、まあ、他にいろんな自分の中にある矛盾とかっていうのを書いてたりとか、無表情から見える何かっていうものがこの子の書くテーマになってきてるかなっていう。無表情な少女とポップな色使いで表現する世の中への虚しさ、その不思議なアンバランスさに込められた思いとは。虚しいとか虚しさとかって時に、その言葉だけになっちゃうと暗いイメージになるじゃないですか。でも明るく綺麗に描こうっていう風に思って、やっぱ色の気持ちよさっていうか心地よさっていうのを、で心地よさっていうのはポジティブであり安心とかじゃないですか。だからそういう見た時にそういう風には見えるようには心がけてはいるんですけどね。ネガティブなテーマをあえてポジティブに明るく描く。だからこそ彼の作品は見る人によって表情を変える。ただ暗いじゃない、ただ虚しさだけじゃないところに、怖いとか気持ち悪いとかって思う人もいれば、可愛いとか面白いとかっていう人がいるっていうのを見た時に、見る人によってこの子の感情が変わっていくっていうのがちょっと面白くなってきたなっていうのがあって、見る人たちがどう見るかなっていうのをちょっと楽しんでる部分はあるかなとは思いますね。鑑賞者に委ねることがより自由で面白い作品につながる。そんなアートの本質を追求し続けるアーティスト山口直久のこれから。今はやっぱこの女の子でやっていこうっていうふうに、まあ一応ずっとテーマとして考えて、この子をどんどんもうちょっとまだまだなんか変化できるな、変化させたいなと思ってるから、ぶつかることはまああると思うんですけども、なんか書いてることが楽しいっていうか、そこで生まれるものもあるんじゃないかなとは思ってますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前本郷美術骨董館。次週はイラストレーター大櫛雄二のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。